まず1番のこののりしろの面にボンドを塗ります。この1番同士の面を貼り合わせます。その時にこの2番と3番ののりしろの面がこうしっかり揃うように正確に貼ってください。貼ったところをしっかり指で押さえてください。こんな感じになります。